はい、同人生活です。ということで、今回もガチャガチャレンジをやっていきたいと思います。でね、今回買ってきたのはもういきなり出しちゃうけど、こちらババン。どっかで見たことあるこのカプセルの形。今回はピンク色なんだけどね。そして中身があんまり詰まってません。はい、ということで、何を買ったのかちょっと忘れ気味ではあるんですけれども、バンと開けて、紙を出せ。よし、OK。はい、ということで、こちら。ああ、こんなもん買ったな。はい、ということで、ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズの、ミュータント・タートルズ・アクションフィギュアか。ほうほう。なるほどね。なんかさ、最近白黒多いよね。ほんと白黒多いなって思うんですけど、経費削減ですかね、タカラトミーアーツさん。タカラトミーアーツのやつが基本的に白黒になり始めてるけど。はい。ということで、じゃあ中を見ていきますか。ポロッ。これだけか。はい。で、タートルズはそこまで詳しくないんですけれども、多分これはミケランジェロかな。赤、ハチマキだから。いや、ごめん。ラファエロだわ。ミケランジェロ、そういえば紫とかなんか、そっち系の色だった気がする。ラファエロだわ。はい、ということで。なんでタートルズが急に出てきたのかちょっとわかんないんですけど、もしかしたら、アニメでも始めたのかな？日本製のタートルズの。アニマックスとかね。なんか、そういう系で。放映でも始めたんでしょうかという感じなんですけど、はい、こんな感じで、なんかこれ武器。 タートルズを知らないがゆえのこの、なんともほとんど知らないがゆえのこの、なんとも言えない、はい、みたいな感じですけど。はい、じゃあちょっと両手にね、武器を持たせますけど、はい、こんな感じです。これは怪我をしてるってことでいいのかな？それとも、ああ、でも背中も結構、そんなダメージを受けてる？ああ、でもラファエロはダメージ受けてるみたいだね。この紙にも書いてあるみたいだけど。ちょっと、そうだね。腕とかスクラッチ傷があるから、ダメージを受けてるみたいですね。はい。ということで、可動域を見てみましょう。腕はとりあえず全部回ります。首は？首は動かないのか。首は動きませんね。首は無可動。で、足が、こういう感じか。あんまり曲がんないね。あ、曲がる曲がる。曲げようと思えば曲がるわ。そして外れる。ということはあんまり曲がんないってことですけど、はい。まあね、気持ち曲げられる程度かな。アクションフィギュアっていうほどアクションはできない感じですね。はい。まあ、そんな感じかな。で、最後に、自立なんですけれども、自立は、できない。いや、できるのか。できるけどバランスが取り、基本的に自立はできないと考えた方がいいですね、これは。はい、これいくらだっけな。これ200円、300円、2、300円したな。ちょっとね、値段も書かなくなってきたね、もう。タカラトミーさん、値段ちょっと書いといてほしいな。こういうレビューするときにね、覚えやすいっていうか、忘れちゃうとこういうことになっちゃうからね。はい、ということで今回はこちら、ティーンエイジミュータント忍者タートルズのアクションフィギュアからラファエロが出ましたという話でした。こんな感じ。でもまあ、アクションフィギュアとしてはそこまでアクションはできないっていう話ですね。
このコードは自立できないかな。できた。よし。コードが後ろにあるとギリギリ自立できますという感じでね、終わりにしておきたいと思います。それでは皆さんまた次回。バイバーイ。